はい、どうも、カブトムシの、経過ですね。あれから、カブトムシの卵をまた4つ購入しました。はい。そしてですね、約10日間、とりあえず、ダイソーの昆虫マットで育てまして、まあ、今に至るわけですね。そのまま、クヌギ伝説のところに入れちゃうと、なんか 星になってしまうということなんで、一旦ね、この安定性がある、この昆虫マット、この黒いマットにですね、入れました。そしてこちら、これ今、変な、緑のやつありますけど、これはダイソーで買った、棒ダニのゼオライトってやつですね。とりあえずここにね、卵をね、4つ入れて、で、まあ、10日間ね。10日経ったわけですが、どうなってるでしょうかと。あ、いますね。います、います。ちゃんと言いますね。俺の予想だと、2例4中にはなってるんではないかなと。とりあえずね、その昆虫マット、この黒い昆虫マットで、2例4中までさせてですね、いましたね。お、2例ですね。これ2例ですね。この大きさは2例幼虫。で、他には、ここにもいますね。あ、でかいでかい。2例です。やっぱり昆虫マットはあれですね。これも2例ですね。いました。2匹目。あ、いるいる。3匹。これも2例ちゃんですね。全員2例になってるわ。4匹。お。これもでかい。全員、1例から、初例から、2例になってますね。多分4つ、卵4つだから、これで全部やと思うけど。全部孵化したっぽいですね。うん。よかったよかった。完全に、4匹ともね、全員、こちら2例幼虫になっていますので、ここから、とりあえず実験として、クヌギ伝説に入れたいと思います。クヌギ伝説にね、入れます。で、この大きな、ちょっと待ってね。こちらですね。こちらには、1匹入っているはずなんで、この中に、もう1匹ね、2匹、一匹入れます。こいつをね。こいつをこのデカマットのところに入れまして。これで、このね、4.2リッターの容量の、中には2匹入っていることになります。これは、昆虫マットですね。これはまた経過を見ましょう。経過を見る形で。いきたいと思います。そんで、問題なのが、問題はこいつではなくてですね。よいしょっと。くぬぎです。
紬伝説はやっぱり二例からじゃないと、なんか怪しいんですよ。死ぬ可能性がある。はい、ということでですね、こちら、くぬぎ伝説をですね、ふるいにかけたものですね。食べやすいように。はい。なんで、かなり細かくなってます。こちらをですね、加水して、このように、プリンカップ、大きめのね、プリンカップに、ダイソーで買ってきました。こちらにですね、入れていく。で、一匹ずつね、入れていく形になります。ということでね、またね、まあ、これ、今後まあ、1ヶ月ぐらい。まあ、とりあえず、この、プリンカップに入れておいて、で、その後に、せやな、10日後ぐらいに1回、もう下手したら、くぬぎ伝説が合わないっていうことで、死んでいる可能性も考慮して、一応、このね、小さめのプリンカップに入れております。ので、ここに、幼虫ちゃんをですね、ポイッと、一匹入れて、あとこれも同じものを、あと二つ作ります。ので、とりあえず10日後ですね。10日後ぐらいに、また、これの経過をね、ちゃんと生きているかという経過を、動画にしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。